どうも皆さん、こんにちは。中村雄一です。今回は集まれ動物の森、こちらをですね、これいつぶり、もう花江くんのところにゲストで出た時以来2年ぶりとかになるかもしれないんですが、ちょっとね、久々にこの村に訪れると、この森に訪れるとどうなっているのかっていうのをですね、調べてみたいと思います。はい、早速やってみましょう。なんかシベリアがいますね。シベリアなのか、これシベリアじゃないのか。いたんだね、うちの島に来てたんだ。もうラインナップすら覚えてないから、どういうお友達と遊んでいたかっていうね。さあ来ました。はい、おはようございますと。もののけ島、そんな名前だったね。ああ。はい。そうなんです、これね、お昼に撮ってますね。お昼前に撮ってます。うん。条例？これ新しく追加された機能か？おう。条例か。なんだろう。税を取るかな。お金稼ぐの大変だったもんね。住みやすいのか。じゃあ税ダメだな。お、ツアー。うん。ボートツアー。へえ。あ、アイテムが増えてるのか。一日一回か。はい。はい。わかりました。あ、こんな感じなんだ。雪の大結晶がここに集まって、あー、なんか家具作ろうとしてたのか。うわー、なんかめっちゃ来てる。母から、暦見て気づいた君の誕生日、2月20日祝う気持ちをお届けします。ありがとうございます。利息めっちゃついてる。うん。あ、収納スペースが広がったんだ。パニエルって誰？パニーの島で待ってる島の人か。あ、あの写真撮ってくれるやつかな。ローン返済。なんか申し込みしてたのかな。うん。なんかわかんないですけど、いっぱい来てますね。はい、ということで、久々のログインで、何がしたいのか。なんだもうね、操作法すらおぼつかないっていうね。操作何もわからず。ああ、これはね、これはそのままですね。ええ。アイテムが放置されてるけど。ああ、そっか、飾ろうと思ったけど、スペースがないから、もう投げ捨てていったジャングルジムだね。ね、こういう、これ、そう、うちのね、島のこの、ちょっと遊べる場所。最後、冬にやめてるから、冬のね、置物を置きつつ、作ってましたね。ここはもうかの有名なね、自由の女神の場所と。寂しいですね。ここはあの宇宙センター宇宙センターですね。あの、ごめんなさい、島民がいません。島民が全く、あ、いた。あ、海太郎だ。海太郎まだいてくれた。ん、あ、これあれだ、あの、やってきた人全員をこうカメラで待ち構えている。はいはい、すいません、1年以上いなかったですね。え、ああ、いや、嬉しいですね、こんなん言ってもらって。ん、え、なんかもういきなりドライじゃない。1年以上ぶりに会ってする会話、それで合ってる？
あ、はい。悩んでる。ラムネが。うん。一年、やっぱりね、俺いなかったからでしょ。うん。で、どうしたんだろう。残る？残ることにした？ああ、もうこれは残るね。じゃあ、なんかあげよう。じゃあ、なんかもう時期ずれたから1年前のこのブッシュドノエル、いいよ。カンフーな服、いやー嬉しくない。ありがとう、ありがとうね。そうだ、さっき何がもらえたんだ。あー、手作りケーキ、1年以上前の。2個ある、2回分。もう一個ケーキ。もうね、俺のことなんか当たり前みたいにこう言いますけど。さあ続きまして、あ、これカフェですね。カフェ作ったんですよ、うち。店員さんとかいないんですよ。誰も働かないんでね、この島。さて、ふみたろう、いよいよふみたろうと話す。はじめまして。忘れてるじゃん。いやいやいや、お前忘れてたやん、完全に。ひでえ。ちょ話そう。話に来たよ。うん。ほう。一年ぶりに会ったのに、その話合ってんのかな、みたいなね。いや、俺はいいんだよ。俺はいいんだけど。さあ、他には、みんな懐かしんでくれるんでしょうか。はい。うん。あ、お前ドライだな。1年、2年ぶりぐらいに会って話すことがああいう話な。めちゃめちゃドライや、あいつ。あ、はい。さっきね、ゲーム立ち上げた時に聞きましたけど、静江さんまでなんか雑談とかないんだ。はーい。これね、鳥がいるってことは、ここなんか新しいお知らせがある。ほうほうほう。2021年4月4日にあるってことは、俺はその時に一回立ち上げてんだね。2020年12月27ぐらいまでやって、ここで一回立ち上げて今日ってことか。なるほど。あ、これゲームセンター。ゲーセン。ゲーセン作ってます。ここはね、海賊が攻めてきた時の施設です。で、駐車場があって、タイムズですね。車もね、なんか俺これ設置してたけど、確かちゃんとした車あるんだよね。後から知って、でもなんかすごい高かったから買えなかったんだよな。ここは、シスターズ、エイブルシスターズのところです。はい、行ってみましょう。みんな久しぶり。ドライ。久しぶりだよ。ねえ。ドライだな、冷たいな。そうだね。なんかもうあれなのかな。いっそ完全に俺のことはもう忘れてしまって、初めて見た人ぐらいの気持ちなんじゃねえの、これ。きついな。続きまして、こちらはね、キャンプして、あれ、こんなん埋めてるわ。ここキャンプ施設作ってたんですけども、お金を最後埋めてますね。ね、いい感じっしょ。キャンプ施設全然利用者いないんだけどね。さあ、ビーチですね。お楽しみください。あ、これか。まあ、あとでいいや。怪しすぎんだろ。いい感じでしょ、これもね。こう、海がこっちにやっぱ見えるわけじゃない。右手に海が見えるところでのこのちょっと粋なリゾート施設っぽい作り、狭い。そしてプール、海入れと。プール、塩水がね、苦手な方もいるんですよ。
ういうのね作りましたけど。お？あ、ブーケ。俺だよ。相棒だよ。1年ぶり。ああ、お前ちゃんと時間も言ってくれる。ごめんね。どうも、シレット大好きって挟み込んでくるんだから。オッケー。お前は、どうせ事務的な会話しかしてくれないだろう。これは、キャットタワー置いてるから、これブーケンチか？あ、そうだそうだ。俺が、キャットタワーをプレゼントしたの。ブーケの家に。これは、温泉ですね。ここは温泉になっております。温泉の横に温泉をつけてますね、これ。いやー、粋だ。そして、この和風のね。こんなとこ、一緒。これ、なんだこれ。余ってたのかな？だんだんこの中華街ゾーンに突入します。こういう風に可愛いですね。いい感じでしょう。ちゃんとこの BGM もね、土地土地に合わせてこうラジオとかで蓄音機やラジオやなんだで設定してますから、雰囲気は味わえると。ちゃちゃ丸の家を見つけました。家にいるか、行ってみましょう。おー、ちゃちゃ丸、久しぶり。おー、長ぴょんつってたんだ。1年と4ヶ月ぶり。おー、お前もまた細かく、ブーケよりも細かく来たな。ああ、案外この誰かが勝手に出てくってないんだね。おー、またねー。見送ってくれる。ありがたい。こういう細かい挙動で、癒されるもんね。いいなって。そしてこの温泉のね、左側にはですね、ちょっとしたお茶屋さんがあるわけです。ここもね、ここの島民は誰も働こうとしないんで、まあスタッフなどはいないのでセルフになっておりますけども、しばらくこの和風庭園が続くんだね。これね、ちょっとね、失敗したというかあれなのはね、あの狐の密輸船みたいなのが来るじゃない。あれの来る場所がね、確か結構ややこしい場所に来てて、ここのこの裏だったかな、来るから、この辺こう飾るとね、ちょっとめんどくさいんだよね。こっちの方はね、確かそこまでまだ開発しきれてなくて、こう花を植えてなんとなく雰囲気作りはしてるんだけど、確かこれからいろいろやっていきたいスペースとして考えてたはずなので、ちょっとね、この雑多な感じになってますけども。キャットタワーあるな。おしべりや、お前、どうせ出てくっていう話だろ。うん。俺のことを中ムくんって呼んでるやつがいる。羨ましい。俺はお前のことを今から中ムくんって呼んでいいから、大好き。いいよ。一年ぶりだけど。わりかし対応みんなそれぞれだな。ミスズいるのかな。あ、いるわ。へい、しばらくぶりだよ。1年4ヶ月ぶりだよ。なんだろう、これあれかな、内部データ的なこの好感度の高さとかで対応が違うのかな。確かね、ミスズって結構最後の方に来た気がするんだよね。これは謎のアトラクション施設として作りました。遊園地的な、もののけ島唯一の遊園地みたいな感じだね。邪魔なんだよね、結構ね、こう移動の妨げになるから。黒バラがこんなにあると、呪われた地のようになっているけども、ここの奥にはお墓があると。なんかあれか、バンドマンの墓とかなんか言ってた気がするな。誰ちゃん？あー、モンペちゃん。モンペちゃんですか。モンペちゃんがいたんだ。結構寂しがってくれてる。最終住民のラインナップが全く記憶にないってことは、これがあるってことは、ここ猫ちゃん、猫ちゃんのお家かな。
あーいたな、ジャック。確かに。おお、引っ越さなかったと。おお、帰ってきたぜ、俺がこの島にな。バイバイ。雑草がそこそこ生えてるね、やっぱりね。鐘のなる木をもう置いてるもんね。歌ってんだよね、いつもね。アイドルになりたいんだっけ君、違ったっけ、覚えてないや。最後に自宅に入って終わろうと思います。あ、いる、いた、いる。あ、この曲ね、俺好きなやつ。あのブーケのテーマとして聴いている。違う。え、ああ、そうだ、ステータスかね。これどうすればいいの、これ。これ、よし、この世界で唯一死が許されてしまった生き物。え、え、何これ。はい、え、遊びに来るシステムってあんの、あれ初めてかも。何なんだお前、お前の距離の詰め方。まあまあ、ゆっくりしてけよ。お前の写真ないぜ。確か最後の方に君島来たもんな。こういう作りになってます。あれ、あ、これは、これ、あ、これはおもちゃか。びっくりした。この曲いいよね。ちょっと待て待て待て。ゲーム、もういいよ。ハイアンドロー。いや、聞かない。え、こんな、これ、な、新システム？うん。5。こんなんが追加されたんだ。よりも、はい、確率的にはね。よーし、ちょろいな。おー、言ってくれるじゃないの。めっちゃくつろぐやん。まあいいけど、ゆっくりしてって。監視カメラあります。隣は、あのバンドマンのね、あのバンドマンのレッスンスタジオですね。まあちょっとね、なんかピンナップポスターみたいな貼ってますけど、こちら和室で囲碁を楽しめるようになっております。ちょっと物多いね、飾りすぎたかな。1階の奥は、あ、1階の奥こうだったね。あの花江くんが遊びに来た時からそこまで変化してないか。花江くんがなんかこの雰囲気はいいんですかって言ってた気がするけど。眠ってみようか。寝れない。ジャック帰ってもらうか。この、あー、なんかこの癒しの空間いいな、これ。うちにも欲しいな。帰んない。なんでお前ここのに住んだ時のシミュレーションしちゃうのよ。さあ、地下です。地下はですね、こう入り口にサソリを置くことによってね、侵入者を妨害しています。そしてここで何をしているかというと、まあこれね、もうこう大量の金庫、まずこれ俺の隠し資産、隠し財産ですね。いざという時はここにあるね、この刃物で戦えるようになってます。で、いざという時の金塊、いざという時の宝石、いざという時の現生などなどがありつつですね、なんか壁よく、なんか何か培養されてますね。怖いですね。で、ここのね、この PC などで街の至るところに実はカメラが置いてあったの、皆さんお気づきでしたか。あれを使ってですね、島民すべてを監視しているという、そういう部屋ですね、ここはね。
2階はそうだ、最後ねこのトレーニングジムにしてやったね。ああよく考えるとトレーニングしながらテレビ見れないんじゃないね。てなわけでね、皆さん短い時間でしたが、僕の島をですね1年4ヶ月ぶりだそうですよ。1年4ヶ月ぶりに一緒に見て回ったわけですが、いかがでしたでしょうか。思ったより変化してない部分もあったりね、あこここういう風にいじったんだって思うこともあったり、まああとはね愉快な仲間たち、みんなの対応は人それぞれでしたけども、なんか帰ってきたな、迎え受け入れられてるんだなってのを改めて感じてね、とても温かい気持ちになりました。あいますねここにも、なのでねひょっとしたら最近、島に来てないなっていう方もね、久しぶりに遊びに行ってみてはいいのではないでしょうか。ってなわけでまた動画でお会いしましょう。皆さんさよなら、さよならアクション、さよならアクション、さよならアクションがない。さよならー。